映画祭無事スタートしまして、はい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 、ねえ、お客さんもたくさん集まってくれてますね。もうなんか定番化してきてるね。ねえ、シャウトが聞こえてくるっていうかね。いや本当そうよね。ご飯美味しいしね、お酒も美味しいし、最高ですよ。もっとやりたいですね。そうですね。ねえ、四五ヶ月ぐらいは。四五ヶ月、ああいいですね。やってたい。だって沖縄嫌いな人いる？いや、いないですよ。いないでしょ。だからもう結構こっちがベースで。沖縄映画祭みたいな感じがベースで、なるほど、逆にその1週間だけやってないみたいな方が珍しいんです。だからやってない時期があるんで行ってみようよってね、うん、これは何の動画なんですか？デイリー吉本です。なんかあのね、本当芸人さんの悪いところでとりあえず走り始めますけども、よく分かってないよ、そのブランドが。始めたから Z カーペット歩きます。あ、ちょっと車通しましょうよ。どうぞ。ね、あ、車7倍線次々に芸人がやってくるんで、ああ、沖縄だからね、ちょっと待って、マジっすかこれ、マジなんだ。いや、仕事で来てる。いや、行け、ちょっと待って、お仕事違う。え、走る仕事ですか？え、なんですかこれ今。とりあえず何すかこの仕事。いや、もうだから走ってるんですよ、彼毎年。マジっすか。走るでしょこんな綺麗なところ。いや、泳ぐでしょ。だったら走るなってなるでしょ。いや、俺そんな5キロぐらい走って公園見つけて、公園で筋トレとダッシュして。いや、当たり前って言うけど誰もやらないですよ。こんな沖縄映画祭の使い方の人いるんですか？すごいよね。中田さん、いらっしゃい。マジですもんね。本当ね、やっぱ沖縄はね、人をやっぱりこう自由に解放してくれるっていうのがいいよね。いや、だからちょっと今日僕もメンズですけども行ってみようかなと思ってます。実はちょっとなんか本当に風俗レポートとかも。そうなんですよ。だから僕ね、あの笑顔のまんまのやつの、例えば裏バージョンの作りたいですね。例えば教えてくれる。裏ですからね、まあ、そうです、そうです。以上、ペナルティヒット。ロバさん、来ました。何でもありだな。これが沖縄なんですよ。よし、行こう、ニュージー。